ろんな形で、はい、情報発信がこれからあります。そういえばそうだ、3ヶ月だ、きょえー、そうですよ、3ヶ月ちょっと、はい、まあ、1月突入しましたからね。ねー、それでは皆さん共に盛り上がっていただきたいと思います。それとね、私オープニングだけどよいしょするわけじゃないけどね、はい、もう嬉しいことがあって、先週ね、はい、あのセブンイレブンさんはどうしてこうよく行くんだけど、あの冷たいうどんとかね、冷やし中華とかで、まあ、うどんとおにぎり買うと 50% 引きとか、50円引きとかあるんだけど、あったんですよ、青山のセブンイレブンにカレーうどんが。もうね、セブンに電話しようかと思ったぐらい、はいはい、直接本社に、うん、嬉しかった。だいたい発想がいつもなんか本丸に行くからすごいですよね。え、なんでそんな青山のお店の人にカレーうどんありがとうって言ったって分かんないじゃん。そうですね、あったんです、ね、そしたら、これいつも置いてんですかって、置いてるとは言われた。はい、カレーうどん、あ、もうあの日本放送のセブンイレブン担当の営業もですね、はい、これセブンイレブンさんちょっと確認をしたら、もう嬉しかった、数年で販売しておりますと。ただこの時期はどうしても店舗によっては入荷が2個、うん、3個だったりするということでね、うん、そう、はい、でちょうど2個あったんですよ、2個買いました。それはご参加というのは持つんですよ、1日。ああ、そうですね、はい、結構長いんですよね。でもうなんか自分でやるの嫌で、旦那がそうめんかなとか、いや、もう作るのは嫌だからっつって、でセブン行ってくるっつって、だから2個あとからカレーするって、俺は冷たい方がいいって言うからさ、温玉冷やしなんとかうどんにして、旦那はこれもしカレーだったらカレーにしたらつって、ちゃんとセブンイレブンうどんあった、メモ書きが、そういいですよこれ、あこさんのこのメモ書き、セブンイレブンカレーうどんあった、ありがとう嬉しい、そうこれ言おうと思ってメモしてんだ、この メモの音で。もう一個ね、はい、そんな人に感謝する気持ちを忘れちゃいけないっていうのと、あ、影響力あんのかなと、まあ、私はあるってこと知らなかったからね、いつ行ってもないからさ、はい、もう今週ね、割と楽っていうか、まあ自分が頑張ればいいことだけで、その歌の仕事も別にないし、のんびりしてる1週間だったんですよ。だからもう食べたい時に食べて、でもう飲みたい時に飲んで、で昼飲み夕方ぐらいから飲んだりして、でもう早く寝る時には、あの先生にちゃんといただいてんだけど、誘導剤をいただいて、はいはい、で寝るのね、はい、でそれがもう30何年私誘導剤飲んでるから効かなかったんですよ、でまあ先生にどんどんこういうのは癖になるから、強くなるから、あのアクさんもうね、1日2日寝なくたって死ぬわけじゃないんだから、もう気にしないでって言うけど、私はもう時間が毎日違うから、起きる時間、そうですね、今日だって7時に起きるし、明日も6時に起きたりとかね、全然違うわけですよ。明後日病院行くからもっと早いかな。でそういうのあるから、やっぱり飲んで調整しとかないと1日調子悪いわけ。で、ね、うん、で8時ぐらい飲んで9時に寝ようと、で4時ぐらい起きて歌の勉強すりゃいいやと思ってたのに、4時って朝の4時ですか？4時、ほう、1時ぐらいかなんかに目が覚めたんですよ。え、どうする、これ寝れないわ、寝れないわ、これどうしよう、じゃあこれ明日朝起こしてもらわないと起きれないわと思って、マネージャー電話かけて、あ、メールして、起こしてと、薬の飲み直して寝るから、あこさんびっくりしましたよ、これじゃ寝れないでしょ、朝聞いたら目が覚めちゃって薬あの飲み直して寝ますってメール送ったつもりが、朝見してもらったら薬目が覚めちゃって車飲み直して寝ます。車飲むのかよ。いや、飲んでそうですから怖いですよね。車を深夜。それを言いたかったの。車飲むわだっこ、はい、行きますか、曲行きましょう、それでは、ザ・レジェンド・オブ・ソウルにこの曲は入るのか、1971年のナンバー、はい、和田アキ子、夜明けの夢。